はい、こんにちは、村岡正典です。今回の動画は釣りのプロがどれぐらいロットを持ってるか数えてみた企画でございます。で、今回ね、ガレージ引っ越したんですね。で、また新しい拠点を作ったんですが、まあ、そこに前のところからロットを運びました。で、今ここにね、仮置きしてんのこんだけあります。この奥全部ロットなんです。で、まあ100本じゃ済まないと思うんだけど、どれぐらいあるか数えてみながら、ここで運用するために整理整頓しながらやってみようと思いますんで、まあ全部ねやったら 4,5 時間かかっちゃうんで、面白いとこだけね端折ってやってみますんで、ぜひ動画見てください。じゃあ早速始めましょう。これこそどこから手をつけていいかだけど、あ、そうだ、で一応ね、まず分類分けしようと思って、こんな感じでボートルアーとか餌、淡水とかライトゲーム、ロックシュアとか分けてみました。自分の場合ね、プロとのロットも結構あるんで、まあ、主にシーバス用ですね。で、プロとはね、開発終わったらもう使わないんですよ基本。だけど自分にとってすごい大事な思い出なんで取っときたいし、かつメルカリとかで転売したら怒られるしってことで、まあある意味スペースを食うんですよね。でも思い出の品だから捨てんのも嫌だしっていう、なんかそれがやたら増えてくっていうね状況なんで、まあでもそれをちょっと整理整頓したいと。ここ使うか、どうやったらいいかな。違うな、どうしたらいいんだ。あ、てかオフショアからないし、いきなりそう思って1個だけ予備が、オフショアでいいかな。始めないと。この辺がね、 GT ロッドソルティガの最新、これ一つ型落ちだけど未だに現役で、これがすっげーおすすめです。もう型落ち勧めたら怒られるんだでもおすすめ、中古でもね買ってほしいぐらい、どんな人でも投げやすくて、めちゃくちゃマッチョな人にはちょっと柔らかすぎるけど、 GT 入門とか平正とかね、おすすめだし、このね住まい寸法ですね、3本釣りで、まあ、釣りはたまに緩むけど、それでプツゴはあんまなかったですね。46キロまでは取ったし、いいそうですね。2本持ってます。これこんな感じでね、ガサッと持ってきながら、あ、数えないと。しかもどうしたらいいんだ、どうやって数えたらいいかなこれだ、これちょっと収集つかないな。これは投げ竿です。これはね、俺のルーチンですね。どこの方が、もうシロギスの投げ釣りするときはこれ一択っていうぐらいいい竿を、わあ、クロスインパクト、この辺アピアロットですね。もう何年前だろう、クロスインパクト持ってる人、ね、結構いると思います。かなり売れた竿なんで、 72M。 この辺一周回って今復活したい竿ですよね。何でも楽しめるね、素晴らしい、ボートとかで使いやすい竿ですね。で、ポデローサはレッドを監修した風神号のね、モデル、これはシーバス用なんで多分一番多いから、ここに置いてきます。これは謎、え、ちょっと待って、あ、カーペンターだ、カーペンターのマグロロット、これはね一生取っとこうと思ってるやつですね。ちょ、限定バージョン、あ、かっこいい。なんか一個一個話してたらこれ5時間ぐらいの動画になっちゃうし、どうしたらいいかな。持ってきた時に数えるね。これオフショアなんで1、2、3、4、5、6、7、ここに書いていくわ。7ね。なんか喋りたい竿がいっぱいあるな。ちょっと待った、これがつい昨日まで使ってたやつ、プロトですね、婦人ゼータのナイトホークと現役のねハイローラー、これはね明日も使うんで、8、9、10、11、12、14、15、16、17、17、シーバス、これは日本にあっちゃいけないやつ日本にあっちゃいけないんで詳細触れませんが、わあ、かっこいいやつ、ジギングロットですね。なぜ日本にあっちゃいけないかというと、ガイドが富士工業のものじゃないからですね。はい、で次、ああ懐かしい、風神ゼータネオンナイトの AGS ですね、ダイワとアピアでコラボしてね作った、めちゃくちゃいい竿だな。やっぱ AD ブランクスいいんだよね。これは一生もんなんで、もうね型落ちだから、自分の場合たまに使いたくなって持ってくけど、要はメディアにね出す必要なくなっちゃった竿なんですが、もう AGS 搭載なんで一生ものですね、シーバスで。これもこれもあっちゃいけないやつのシーバスあー、これもナイトホークの 91ml、 風神ゼータの3代目ですかね。違いが分かんないよ一個やってたらあれなんで、どんどんいきます。はい、これは餌釣りですね。これは堤防でアジを釣る竿です。出たエボルジオン、エボ
名前が出てこない。デストロイヤー、ボールジオンだ。合ってた。この紫のすごくないこれ。かっこいいね。やっぱかっこいいんだ。女性的だよね。当時この色使いをなんかメタル系の音楽とかそういういかつさでメガバスは売りにしてたんだけど、それをこの色で出してきたのが衝撃だったな。塗装もね5回ぐらい塗って出す深みのあるね、6点の XD 保存版ですね。ちなみに全く使いこなせてないっていうか、バスロットなんで何時用かすら分かってない。ブラックバスってね、竿ごとにねクランクベイト投げる竿とかバームを投げる竿とかそれぞれ決まってるんで、何用かすら分かってない竿ですね。もう淡水ドサッと、あお雑ですねって言われそう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、ちょっと待って、もう1本、もうこれで27、やってまだ減ってないな。どんどんいきます。はい、風神号レッドラインですね。これはまあエントリーモデルでしたね。貸し竿用に使ってます。でこれはシーバスロットですね。あってはいけない。この辺は普通の餌釣りなんで、これはね多分俺のじいちゃんの形見じゃないんだけど、じいちゃんの頃の鮎竿です。ほらロゴがグローブライドじゃなくて大和時代ですね。まだ釣り竿構成協議会のステッカーもない時代の。じゃあ7メーターなんで、ちょっと久々伸ばしてみよう。これだけ。ほんまこれで鮎釣ってたんで、昔の人は多分ね今の鮎竿の倍ぐらい重いですね。そう、タモエだよねパッと見で。なんか学生時代にあのじいちゃんの竿なんだけど、親父の釣り竿ケースにあって、多分何かしらの長い竿が欲しくて勝手に持ち出して俺が預かってるみたいな。はい、これはクロスインパクトですね。さっきと同じですね。これは未だによく使う。ここにねこれロッドホルダー作ったので、もっと細い方が本当は収まりいいんだけど、あんまりね細かくしちゃうと一本一本の最終的な収納力が減っちゃうのと、この中にいろんなものが落ちるの、ガイドが落ちたり。前細かいの使ってたんだけど、一回入ったらもう二度と取れないよね。だから手が入るっていうのが今回の設計のミソです。でかつ高さ作って、低いとねすごい斜めになって干渉しちゃうんで、高くしてって感じにしました。これ風神タイガー、なんか俺がほとんど関わってなかったけど、確かシーバス用、この企画やばい、後でめちゃくちゃ怒られそう。タイガーシーバス用だったと思います。でこれは一番最初アピアが生まれた最初の風神号の袋に入ってるマダイザオですね。ペイント美子大ですね。ミールハンターのマダイゲームにハマって行きまくってた時に使ってたんですが、餌船意外と置く場所がないっていうね。ここにしようかな、餌船で。これはピュアフィッシングさんのライギョロットですね。半年だけねちょっとライギョやってみなよって言われて、その時もらったやつです、ピアさんから。でちょっとやってみたんですけど、もう東京はね大変です、ライギョやな場所バレの問題とか。あ、これあったんだ、探してた、探してのは諦めてたやつですね。ミラクルアクスのジャンキースティックですね。シーバスロットなんだけど、で増田さんってアームレスリング大会出るような人だったんで、こんぐらいあるのこう、でそうするとそんな人だとこんぐらいグリップが短くてもうーんって曲がったの耐えられるんだけど、俺はもうねこんなになっちゃって全然ダメ。買ったはいいけど、うわこれはきついっていう竿でしたね。持ってたんだな、なくなったのかなって思う。18、はい、20で47、はい、これはケンさんとこフィッシュマンですね、 70L。 今は多分ね廃盤になってるんだけど、この竿がめちゃくちゃ良かったんだけど、ケンさん曰くちょっとバックラの性能がもっといいブランクスができたんでっつってやめちゃったらしいんだけど、俺はこれがすごい好きでいろいろ釣ってました。 70L なんで万能ですね、いろんなもの投げられて。多分フィッシュマンって作ってもいいぐらいフィッシュマンが出てくると思う。あー、これもな、これはメガバさんの XR ですね。もうこのグリップがここに肘の分ね、男の人腕が膨らんでるんで、こうなった方がビタッて密着してこう力リフトがしやすいっていうね。これが何本かんだけど 64L はそんな使わないけどいい竿。
ニュージャンルです。おっとるわ。これはまとめていきます。餌釣り延べ竿ですね。風釣ったりするそうで、6尺から9尺10尺まであって、この延べ竿は日本で買ってもいいんだけど、中国行くとねめちゃくちゃいい延べ竿がめちゃくちゃ安く売ってるんで、僕は中国上海でも北京でも行ったら釣り具屋さんに寄って寄らせてもらって、あの延べ竿を買いまくってきますね。はい、これ風神レッドライン、これレッドラインプレミアム、これはアピアのエントリーモデルですね。貸し用に使ってますね。あ、これはめちゃくちゃ懐かしい。これはパシフィックファントム 762L、 当時20年前ぐらいのシーバスロット、ダイワさんのライトさとシャープさを売りにして、まあ、当時はかなり UFM 上田さんがダルンとしたドヨンとした感じで、だけど粘りとしなやかさでシェアを取ってる中、ダイワが取った戦略は軽さとシャープさ。86と76持ってたんだけど、86はある日どこかでなくしたんですよ、釣り場で。盗まれたっていうか自分のミスでなくしたんですけど、忘れた形容を忘れた懐かしいな、このダイワのこの袋。紐はね、未だにこのスタイルあるけど、ベルクロっていずれ剥がれてくるんで、劣化するんで、これがなんか正しいよな。はい。もう俺、竿で忘れられないのはね、最初にちょっと走りもしたかったんで、あれを乗ってたの。セダンのレビンに乗ってたの。AE92 って。で、それで、立山に毎週白ギス釣り釣った時に、ある年もう100匹ぐらい釣って、白ギス竿を縛って、後ろのトランクバーンって閉めたら、ティップが4つ出てたの。当時の金なくてガソリン代1000円分とか入れていいやつだ、俺が4本一気にティップ折った瞬間で、あのね、黒いガンメタボディから出る蛍光オレンジのティップを未だに覚えてる。バッチ未だに覚えてますね。あれは数えます。1、2、3、4、5本。さあ62本目が出てきました。これは延べ竿ですね。この辺餌釣りだな。餌釣りの竿ってそれこそ10年20年選手でね、普通にここが大体ダメになるんでここ出てきちゃうんだよね大体。だけどそれをまたガムテープで補強して、ガムテープもまた劣化してダメになっても補強しながら、何年ずっと使えるんだよな。さあこれはソルティガの GT ロッドですね。ダイワの最新版で探してたやつですとってもいい竿です。はい、デフィッシュマン。もうこの豪邸はね、一番の思い出はケンさんとノースカロライナ行って120キロぐらいのサメかけたんですよ。まあ豪邸 LH 自体にそのリフトパワーないんだけど、あの自分がよく YouTube でもね、パワーファイトの真実みたいな動画上げさせてもらってるんだけど、基本そのこの辺と船の上下動と、要はリールのパワーでちゃんと船べりまで上げてきて、あまりのデカさに船長がこれは切った方がいいって言うんでカットされちゃったやつですね。はい、これはブルーブルーのタチウオロットですね。ブラックナックル、達郎がね手掛けて、めっちゃくちゃいい竿なんですよ。これ使ってタチウオ船の超過がめちゃくちゃ増えた、上がったんですよね。こうこう、あ、これはスミスさんの外棒用のヒラマサロットですね。今はね一緒に行く人用になってます。はい、これさっきのメガバスのグリップのベイトロットですね。ほら100本見えてきたんじゃない。で、これ減ってね。うわー、これは200いくかもね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、13本目ですね。はい、これはグロビナーですね。グロビナーってね、ブルブルで手掛けてるカッパリのねチャージジングロットがあるんですけど、それの 60ml って、これはプロトです。で、ブルブルのねミュージックビデオの台湾編でみんなでこれともう一本あって、あ、これだ。これをね使い回して 5.9 とか6フィートなんだけど、シーラロットぐらいのでかいガイドがこうダーッとついてて、めちゃくちゃこう曲がるの、こうなんかウィンと釣り堀で10キロ近いバラバンディかけて負けないし、ガイドも強いんでね、太いとでも楽しめるっていう竿ですね。で、これは未だにタチウオのワインド使ったりボートでよく持っていく竿、プロトなんだけど7年ぐらいプロトのまんま俺だけ楽しんでる竿ですねソルティガ。あ、これもシーラロットですね。これは俺が使うシーラロット、ダイワさんのソルティガの73。みんなに7フィートを投げさせて、俺は73でちょっと飛距離をチートするっていうのがシーラ戦の楽しむ秘訣です。大事なの、大事。竿の長さは正義です。あ、これはじいちゃんの竿だけど、先端がないんだよ。多分後で出てきます。
で、これはグランデージですね。最近ちょっとね、ブルーブルーもアジング頑張ろうって話になって、ちゃんとやってこうよってことで、暇さえあれば房総行った時はだいたい港でアジングをやっております。で、なんと今発覚したのがティップが折れておるのです。多分引っ越しの最中くー、アピアさんごめん。違う、これ俺買ったんだ、買ったやつだ。だから面積で直してもらおう。アジングロットは、それツイッターにも書いたんだけど、買いましたって買った時コメント欄で頼めばもらえるんじゃないですかって言われたんだけど、アジングロットを俺が露出しても、よし、じゃあ買おうにはならないじゃない、自分アジの人じゃないから。だからそういう場合は自分でも買いますっつって糸通してるから折れるんだよね、こうなってて。で、多分引っ越し最中のいろんな中で誰かがビッて引っ掛けるじゃん。で、そうなってもいいように必ず置いとくときは、俺はこう糸通してやるときはドラグゆるゆるにしとくの。そうするとこうバンって引っ掛けても糸が出て、ね、折れないんだけど、多分何らかの理由でそれでもバンっていった瞬間ビンって、でも幸い糸が通ってるんでなくさないで済むから、これはこのまま。まあ引っ越しでね、1、2本は仕方ないかなと思ってたんだけど、しかもこのカメラの前でロット折れたとこに気づくこの喪失感、どう表現したらいいんだろう。どんなに竿があっても竿が折れると悲しいのは釣り人ですよね。じゃあこれは後でピアニーに出すんで、はい、これはバスワン XT、 これはね俺の子供用です。今小学校1年生になる子供が、まあ、やっぱ親父としては釣りにはめたいじゃない。で、自分なりに結構ね、俺の周りで先輩がいっぱいいて一生懸命釣りを教えて、そうするとね、釣りにはまる子供と釣りが嫌いになる子供分かれるんだよね。で、分かれる理由がね、やっぱお父さんの釣りをさせちゃダメで、だから釣れなくてもお前我慢しろって頑張れとかやると嫌いになっちゃうんで、やっぱね、釣れて楽しいとか、要はお父さんと釣り行くと楽しいって思い出を作ることに集中しとくといいのかなっていう。で、やっぱ小学校1年生のね、こんぐらいの身長でもしっかりピュッて投げる楽しさって点で言うとね、6フィートないかな、これ 5.6 ですよ。 5.6 のウルトラライトなんで、これでシャルダス14とかだと小学生が思いっきりビシャッて投げて綺麗に飛んでくんで楽しいんですよね。ここでいいかな、1、2、3、4、5、6、7、8、9、9本、あと1本持ってくる。はい、10で83本目です。これブラックナックル、さっき言った達郎プロデュースの2本目ですね。八王ロット、あ、これはね、じいちゃんの竿、本物の木にグラスのブランクスを刺してんのかな、なんか多分どうにか刺して無理やりエポキシカ樹脂で固めて、かなり硬い何竿だったんだろうな。で、リールシートつけてスレッドで留めてっていうね、昔の人の竿だよね。でもこういうので堤防際とかでちっちゃいカサゴとかさ、ピクピクっつったら楽しいんだよ。なんか永久保存っていうコーナーがあったらいいんだな。で、ティップだけ増えていくけど、もしかしたらこれが、あったあった、はい。で、ちょっと謎のティップ2本残したまんま次に行きます。じゃん、1、2、1、13、14、97、重さも、はい、これで100本目ですが、半分も減ってない気がするな。え、これ200いくな、マジか。ガンガンいきます。お、最新モデル出てきました。はい、あ、これハイローラー。あのこれが製品版のハイローラーです。で、ロケに行って、さっき一番冒頭で紹介した、これは今ロケで昨日まで使ってたってやつは、本来こっちでなきゃいけなかったのに、製品サンプルで自分は本番のロケをやってたようです。これが本当は皆さんと同じ。どこで入れ替わったんだろうな。まあ、収集つかないんでそんなことになっちゃうわけです。これはね、全部グラスの俺がキャスティング講座とかで使ってる竿ですね。未だによく使います、遊びで。さあ次、はい、じゃあだんだんうんざりしてきたから多めに持ってきました。20、はい、120本目。やるんじゃなかった、多分200本じゃないな、300近いんだろうな。減ってないもん、半分いってないもんな。うん、なんか今絶望感が俺を襲ったよ。一本一本説明してると長いから、説明しなくていいやつをどかします。
これはね、アピアさんが風神をやる前のジジングロットですね。もともとアピアはジジングロットメーカーで、宇津木さんもね、もう海外行ってたんかな、海外は分かんないけど、もう奄美とかね、沖縄行ってバンバンジジングしてた時の竿ですね。で、自分もシーバスのね、契約して、でもこの一式全部もらったんですね。だから結構この後も出てくると思うんだけど、なんだろうな、ムチッとした感じで未だに使う竿です。はい、次いきます。16136、オフシャーロットばっかりですね、この辺はね。これフィッシュマンのコモド6点ですね。これで3年前かな、コロナになる前の夏にインドネシア行ってね、パップアンバスめちゃくちゃ頑張って、で全然この竿のポテンシャルはいらなかったんだけど、もう一回行きたい、この竿見るたびに、ああもう一回パップアン行きたいなって。一発ねバラしたのが、もうバイブレーション投げした時ドーンって食って、もう地球最強の魚だって言われてるの。例えば1キロの魚だったら最も引くのがパップアンバス。一瞬その片鱗がね、1秒か2秒味わえたんで、もう一回行きたいなっていう、この差を見るたび思います。あとは GT ロッドとロックシャー系ですかね。飛ばします。150本目でございます。このやシーバスロッドかな、なんだろうこれ、ナイトセーバーだから、あこれ光るんじゃないかな電池ないけど、あ子供が喜ぶかもとか言って買ったんだ。はい、ズバッとネクスト行きたいと思います。ロッドケースですね。これは主に餌釣りなんで、端折りたいと思います。本数だけ数えて、シロギス竿、レバル竿、基本現役で使ってる竿で、これ桜って知ってる皆さん、桜ブランド、桜の竿は最高です。頭悪い説明の仕方ですが桜がいいんです。1、2、3、21本、171、終わりが見えてきた。じゃーん、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、17、188。でこれがデストロイヤーですね。これは F264XS だからものすごい人気あったモデルなんで、で F36.XS っていうのがね、自分の代名詞的なロットだったんですけど、残念ながらね、もう全部折っちゃってないんです。だからこれが唯一自分のメガバス時代の一番の思い出。これでも相当シーバス釣ったんで、思い出の本来はバスロットですね。これはねフィッシュマンなんですよ。フィッシュマンのプロットなんです。でテスターでもないんでもない俺が、なんで持ってるかって言ったら、ケンさんが東京来てテストしに来た時に、なんか持って帰るの大変なのね、これワンピースとかで、だから俺が預かってましょうかって言って、そのままケンさんが忘れるように仕向けてせしめるっていうねでも一応せしめちゃ悪いんで、いわゆる製品版が出たら買って、なんかプロットと製品版、これは同じかな、たまに違ってたりもして、でもガイドの高さ、ああこれはほぼ一緒だよね。そのせしめプロットが結構あるんであって思い出す、見てないんじゃないかな、見てたら言われちゃうかもだけど、まあいっかつって。だから多分東京で、あ必要だって時に、そうだマサッチのとこ行こうつって取りに来ると思いますよ。これも、あ違う、あった F36.XS ありました。これが自分が精神を捧げた、何千っていうか下手したら万を超える魚をかけて抜いてきた、そうですが、なんとティップがないんですでも捨てられないんです誰か交換してくれる人とかいないかな。交換してくれたらこの中の竿を5本ぐらいつけるからっていうそれぐらい思い出の竿、思い出コーナーが欲しいあとはアジングとかなんで、これも次に行きます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、はい、これで200本ですね。200持ってんだな、まだあるねいろいろあるな。あ、これもあれですね、噂のフィッシュマンせしめプロトですね預かったのが、所有権が移転するのって何年だか知ってる？1年ですマイルールだからもう俺のものです、2013年。さあこれ、これは青春の一本ですね。メガバスがつく前に
かなりこのロットでシーバス釣ってました。フェニックスっていうねアメリカのメーカーでボロン 65SRL っていうモデル、ボロン入りなんで強いんですよ。すごい反発力、金属が入ってるんですごい反発力があるけど同調子で柔らかいですよね。当時ナイロン全盛期の中自分は P ライン使い始めて、で P ラインは伸びないんで感度が高いんだけどやっぱりちょっとバレやすさがあるんで、この同調子でなんとかバラシを減らしながら、でも寄せてきた魚を抜き上げたいんですよね。入れ食いだったんで昔はもうバンバン抜き上げるパワーが欲しくてボロン製使ってた。すんごい重いの。でもやっぱね無事に折れずに卒業してもう二十何年ずっと保存してある貴重な竿です。でこれはネオンナイトですね、初代。もう多分シーバスロット史上薄利多売系メーカー別としてハイエンドモデルで一番売れた竿なんじゃないかなってぐらい恐ろしい本数をね、発売本数出た富士ンゼータのネオンナイト初代ですね。キャスティングさんのイベントで赤バージョンと青バージョン100本ずつやったんですよ。その時のね青バージョン自分も1本もらって大切に取ってあるっていう。はい、大体以上でじゃあ次いきます。いきます。12本、212。これはまあそんなに語るロットもないかな。パックロットが入ってきたなっていうのと、まあ、AD のねネオンナイト、あメトロナイト、ナイトホーク、この数年を戦ったコンビですね。もうはい、じゃあ次いきます。しばっはい、いきます。1、2、8、220。でも250、60ぐらいじゃないですかね。着地が見えてきた。これはパックロットですね、主にね。フィッシュマンの、あこれ懐かしいな、ベンダーバール89。これぐらいになるとなかなかねベイト初心者の俺には苦戦して、スピニングの良さを知ってるんでちょっと使い切れなかったですね。でモアザンとグランデージのパックロットがいっぱいで、はい、じゃあ次いきます。よいしょ、バババーンと。もうこの辺はフィッシュマンだらけです。なんでこんなにあるんだっていう、1、2、9、10本、230、全部ケンさんとこですね。なんか俺のダメなとこで持ってたか持ってないか分かんないうちに買っちゃうんですよね。こう釣り具屋で見てケンさんとこだっつって、6点なんかもう1本あったの。フィッシュマン勢ぞろい。よっ、さあ一気にガッサリ持ってきたよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、はい、この辺はねもう保存品が多いですかね。自分の歴代の手がけたハイローラー、ハイローラー、まあ予備としてもらってて、そのまま型落ちして保存品版として取っとくって感じですかね。あクロスインパクトとか懐かしい置く場所がない。これこけたら大変なことになるな。もう無理、危ない、あ倒れた。足の踏み場がないっていうのはこういうことよ。さあ見えてきたよ、終わりが。ほらこれで一本もなくなったはず。ラスト謎ティップ、あもしかしてこれが合う。おお一本追加。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、出ました。268本、立山の家にもうちょいあるけど、まあとりあえずこのガレージは268本ですね。俺思うんだけど、釣り竿ってその瞬間1本しか持てないじゃない。なんでこんなにいるんだよっていつも思うんだけど、だからそれなりにね2回ぐらいにわたって大処分イベントやったんだけど、それでもまだこんだけ残るんだよな。思い出深いのとかさ、捨てるに捨てらんないのとか。ああシャローフィネス、シャローフィネスってね、もう何10年前ぐらいに自分がシーバスの世界で提唱させてもらったコンセプトがあって、要は P ラインもメインの P をね 0.4 とかにして、で先糸つけてリーダーつけてってやると、ちっちゃいルアーがめちゃくちゃ飛ぶんで、ね、よりタフなフィールドでは、まあ、もちろんラインブレイクとか根掛かりすると切れちゃうんで気をつけながらだけど、タフなフィールドでは魚かけられるよっつってやってたんだけど、まあ残念ながらあんまり支持されなかったんですよね。でも今エギングとかショージギングではねもう主流になってて、なんかその人たちに言われますねのシャローフィネスのアイディア先進的でしたねみたいな感じで、でもちょっとシーバスでは受け入れられなかったというか、早すぎたなっていう感じ。やっと時代が俺に追いついたなって感じはい、でもあとは GT ロットとか風神号ナイトホーク一番最初のやつとか、まだ出てくるフィッシュマン
や楽しさいっぱいだ。まあ、ね、釣り竿はね楽しいんですよ。やっぱだから囲まれてるだけでも幸せっていうのは分からんでしょ。その感覚ロマンなの、これロマンなの。別にあの固執して執着して貯めてるつもりもないんだけど、なんかやっぱ一本一本に思い出があるから捨てないって人多いんじゃないかな。あのどんどん売ってね、新しいの買ってって回す人と、一回買って一期一会の出会いだからずっと取っときますって人割れると思うんだけど、自分も取っときたい派ですよね。それなりちゃんと管理して取捨選択をしてきた結果だけどこれはでもないわ。ちょっともう少しどうにかしたい。竿はねなかなか難しいんです。ブルーブルーの社員には渡してる。特にシーバスロットなんかはね、あのプロとか思ったよりなかったのは全部ね社員に渡してるんですね。思い出した。で忘れた頃を追って相談が来る時がありますね。追っちゃったんですがつって、あの替えのティップとかありますかって、あるわけねえだろみたいな。バンカー、これもね、これをちょっとゼータで復活させたいですね。サーフェアのね、この間ちょっと質問に答えました動画でね、このサーフの良さを語ってたんですけど、はい、だんだんこっち近寄ってくる。もうあのサーフに4の字固め食らってるの。まあそんな感じでね、まあ幸せなことだと思います。で思い出もあってなかなかない体験かなって思いますんで、皆さんもぜひ200本目指してね頑張ってもらえたらと思います。ということで今回の動画終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よっしゃさあ、でも本当幸せ。釣り竿に囲まれてみた。さあ。